はい、どうもこんにちは。今回はですね、ちょっといつも私は歌とかなんかそんななんかいろんな動画を載せてるんですけども、実は一つ報告をしたいっていうか、まあ隠してたわけじゃないんですけど、私が20歳ぐらいの時ですね、多分もっと前なんですけど、実は痛風という病気を持ってまして、ちょうど今ですね、この親指の部分が治りかけなんですけど、まずはこの間ここから来て、ここからここまで今降りてきたっていう形で、まあ痛風で結構いろんな人が知ってる限りでは、なんかお金持ちの人とか、なんだ、そう、食べるのが好きな人とか、お酒飲む人とか、おじさんとか、いろんなイメージがあると思うんですけども、実は結構私は若い時から痛風に悩まされてまして、まあ正直もうちょっと今ちょうど痛かったから、もう思い立って朝もうひげも何も剃ってないし、部屋もこんな汚いんですけど、上げてみようということで、その痛みをですね、どれぐらい痛いのかというのを、どれぐらいのものなのかというので比較したいと思います。軽い打撲だったりとか、こっちでいきましょう。軽い打撲だったりとか、まあそんな、いろんな怪我をされたり、突き指だったりとか、骨折された方とかいると思うんですけども、正直俺ピント合ってる、これぼやぼやだけど、これオートフォーカス合ってるね。はい、すごいヒゲですね。なんだっけ、その痛みっていうのはですね、結構もうみんなが想像しているよりも本当になんか耐え難い痛みを、生じることがあります。特に足の親指の付け根とか足首とかですね、僕はひどい時膝に来るんですけども、膝に来た時は全く立てないし、あと熱も出ます。で、今結構まともというか、まあ、そんなに赤みがそこまではないんですけど、もうパンパンで握れません。で、僕はもう慣れたもんでして、その自動的にかばうような形で、こっちの手をつかないようにしたらこっちでつくとか、なんかなるべく使わないようにとかできるんですけど、まあ特に僕なんかギターやったりする人はもうこっちがダメな時はもう絶望的ですね。僕は結構指に来ます。耳に来る人もいるし、あとは原因としてはお酒とかプリン体とか尿酸がこう結構溜まっちゃって、その人によっては結構バケツがちっちゃい人もいるし、まあ大きい人もいるんですけど、そのちっちゃい人、僕なんか多分こっちがちっちゃいので溢れ出してしまって、それを排出しようと、外に出そうということで、塩が、塩と書いて塩がここに溜まります。で、塩が溜まってしまうと、この神経の近くで炎症を起こして、こう針みたいなものが出てですね、こう神経の近くで爆発します。それが、痛風発作と呼ばれる、めちゃくちゃ痛いやつですね。で、結構食べ物には何でも含まれたりとかしてます。もう知ってる方 もう多分これ見てる人は興味ある人かなと思うんですけれども、海藻とか、まあ、ひじきとかそういうのには入ってないです、基本的には。ですが、まあ、基本的には入ってます。ラーメンももちろんそうですね、まあ、味の濃いものは特にそうです、まあ、ステーキもそうだし、あとまあビールもワインも全部入ってます。まあ、飲めるなんかこう1日にこれぐらい飲めるっていう目安はあるんですけども、まあ僕は基本守ってないですし、薬も飲んでないです。薬は2種類あって、もともとその肝臓の何でしょう、それを消化するためのものと、そのバケツを大きくするためのものだったかちょっと覚えてないんですけど2種類あって、僕はその肝臓のその尿酸を分解するための薬かなんかもらったんですけども、なんかその確かに飲んでる、服用してる 最中はそういうあれはないんですね、症状というかないんですけど、ないけど、なんかこう食べててちょっと気持ち悪いっていうか、僕の尿酸を抑えようとしてる感じがすごくあって、あんまり食べてたり飲んだりしても美味しくないのでやめました。そうですね、あとまあ僕も結構好きでワインとかもこれ買ったりするんですけども、まあ、これスペインのワインで、まあ、ワインの紹介はいいんですけど、すごい何でも合います。で、これ口、これ Amazon で買ったんですけど、すごいね、出方がおしゃれな出方を、あ、やべ、やっちゃった。なんでこぼれんの、あ、そういうことか、空気が白いやつにこぼしちゃいました、カーン。はい、続けます。まあこういったワインとかですね、まあ飲んだりしてるんですけども、まあ、やっぱり好きな食べ物とかはね、抑えたくはないと思うので僕がおすすめなのは、やばい、シミになった、 IKEA で買ったクッションがシミになってる、あ、もう最悪や、
これ焼酎でつけて取ると取れるらしいですよ、布で。焼酎のこういうアルコール度数が高いもので叩くと取れるらしいです。ワインは実際アルコール度数が 14% なので、焼酎の 25% とかで高いものでやると取れるらしいです。実際やってみましょうか、せっかくなんでね。今完全な事故だけど、まずこのズボン、あ、取れるな本当に。いや、もうすぐ洗濯機回します。これとかもアルコール臭、芋臭やると取れる。あ、確かにもうこれティッシュですけど、ちょっとこう叩くだけで全然取れ方が違いますね。吸ってくれてる感があります。うるさい、ヒーピーうるさい。ちょっと洗濯機回します。ちょっと待ってね。はい、すいません。ついでに顔とかも洗ってきましたけどもね。なんでワインこぼしちゃうのかちょっと思い出せないんですけどもまあこういったお酒とか飲むと結構人によっては出やすかったりとか、まあチーズとかですね、これも結構塩分が濃いので気をつけた方がいいかなと思います。ビールも僕も結構糖質とかプリン体ゼロとかにしてますけど、やっぱり美味しさも全然違うし、まあ結構僕も好きなもの食べてあれしてますけど、薬もそうですね、人によっては飲んだりとか、まあ、予備軍の人は飲んだ方がいいと思います。結構性格によってもなんか統計が取れたらしくて、なんだろう、頑張りすぎちゃう人とか、なんか最後まで次に持ってやっちゃう人とか、出しゃばりとか結構僕当てはまるとかが多くてびっくりしましたけども、まあ、いろんな動画も違う方が載せてるやつもあるんですけども、まあ、とにかくその痛みですね、普通の人が思ってる何十倍も痛いと思います。本当に骨折してるぐらい痛い、それ以上痛いかなっていう時もありますし、とにかく熱が出たりとか、何でしょう、これだるいなっていう感じが、洗濯機の音がすげえだるいなっていう感じもするので、まあもちろんなってほしくないっていうのがあるんですが、なっちゃった時は、まあ、なっちゃった時なんでそれはもう一生治んないんですよ。痛風って治んないんですけど、まあそれと向き合う覚悟をしといてくださいと言いたいなと思います。まあ二十歳、もちろんもっと前から多分なってたと思うんですけど、痛風にはね、まあその気づいたのが20何歳の時、21、2歳の時だったんですけど、まあそんな痛みは伴ってますよという話です。まあギター弾けなかったりとか結構いろんな時あるんですけど、まあ困る人は困ります。なので、食生活に気をつけて、行ってほしいと思います。今日はこれにしておきましょう。それではバイバイ。 Thank you for watching this video. Please subscribe. チャンネル登録よろしくね。